れ様です。お疲れ様です。今日は御殿場ウエストに新藤さんが来ましたが、めっちゃ寒いですね。何をしに今日来ましたか。今日はこちらで芹沢さんと市民がロケをやっているということで、ちょっとですね、芹沢さんに僕のゴルフの悩みを聞いていただこうかなと、そしてレッスンを教えを請いたいなと思います。もうかなり突撃ロケです。なんで時間もらえるかどうかわかんないですこんにちは。あれ、あれ、なに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 見たことある。よろしくお願いします。今日ちょっと待って、違うロケじゃないの。今日違う撮影じゃないですか。しのです。しのさんね、確かにしのさんだけど。しのさんです。あ、高橋さすみです。あ、セリザーです。あれ、ちょっとあれあれ、よろしくお願いします。ですね、今日はですね、はい、私のゴルフの悩みをですね、はい、聞いていただきたく、 お二人が虚構でロケをしているという情報を入手しまして、はい、かなり突撃で来ちゃいました。突撃朝のご飯みたいな。すいません師匠、よろしくお願いします。大ちゃん悩みねえだろうよ。だってお上手じゃないですか。そうだよ、もう悩みしかないんです今。はい、また本当にドライバー、アイアン、アプローチ、パター、全部じゃないですか。全部じゃないですか。持ってきましたんで。何それ、はい、ちょっと一個だけでもなんかこう、なるほど、直し返したいな。そうですか、はい、帰りたいです。じゃあ我々は新藤に行くに出れちゃうの。そうですね、初めて、いや初めて出ます。私嬉しい。よろしくお願いします。じゃあ最初にドライバーで行きますか。いいですか。ティーグラウンドですもんね。ドライバー、ドライバー、ドライバー、何の悩みがあるんですか。体重移動の仕方とか。あら、あ、いやすごいね。これでもあれじゃないですか、初心者の方見てて、でもやっぱり新藤さんの上級者向けの動画が多いんですけど、初心者が見ても分かりやすいんじゃないですか。いや分かりやすいって簡単に言うよね。大ちゃんはね、大ちゃんがそんなね、はい、難しいと思うよ。本当ですか。お前だけに。あ、けどビフォーアフターがあんまり分かりづらいから。はい、あ、うん、ゆっくり見きましょう。スローがございますから、ウンゴールには。ちょっと早速ドライバーいつも通りのやつ打ってみましょうかね。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。最初にちょっとですね、新藤さんのスロー動画を撮っていきたいと思いますので、新藤さんいつも通りお願いします。はい、悩みすぎて、本当 T の高さから分かんないです。じゃあ新藤さんのスロー撮れましたので、ちょっとこのまま再生していきたいと思います。これ左肘が曲がるのも嫌だな。おお。まあでも全体的な流れはね、ほんのにそんな悪くないですよね。本当ですか。あ、全然悪くないですよ。本人が言うほど悪くないですよね。嬉しい。じゃあちょっとゆっくり再生しますね。こんな感じで。ティーの高さ大丈夫ですか。全然大丈夫です。このぐらいですね。大丈夫ですか。ちょっと、はい、こんな感じで。高いのか低いのかさえ分かんないです。でも以前よくはもうね、ヘッドも下がってたけど下がんなくなっちゃったね。でもそんだけ回んなくなったってこと。いや、このテイクバックの時の頑張ってます。頑張ってます、はい、今日でも着込んでますからね。そうよね、確かに、はい、で、こんな感じで、で、ここがインパクトですね。いいじゃないですか、ですね。ここで、はい、いいですか。お、悪くないですね。はい、これが前からですね。ですね。はい、じゃあちょっと後ろからも見ていきたいと思います。はい、天気いいですね。いいですね。寒いですけど。シャフトと空がマッチしてますね。いいですね。めっちゃ。ちょっともう一回ゆっくり見ていきます。戻して、ここからですね。あんまり自分の構えた。そんなに見たくないですけど。構えはこんな感じですね。うん、で、テイクバック。ここら辺。で、これがトップですね。うん、おお。おお。はい、ちょっと実際に見たんですけれども、しんどさん自分のスイング見てちょっと気になるところとかありますか。なんかドライバーここちょっと今わからないなど。あのトップの、はい、後ろから見たときに、なんか今なんか近いような気もする、
でもないかなと、手と体が。体がね。でもこれは、大ちゃんの場合は体重が少し左に乗るタイプだから、はい、近く感じてもいいんだよね。俺がだから、ここに乗ってれば遠く感じるけど、はいはい、どっちかというと左軸でこう帯電するから、うん、左軸で手だけ遠く行ったらおかしいでしょ。ああ、確かに。そうでしょ、はい、そう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 、うん、だからこれは全然悪くないんじゃない、うん、はい、これ前回のあのレッスンでもおっしゃってましたよね、はい、あの左に乗っててもちゃんとためができてれば良いっていう。はい、はい、続いてはこっからの切り返しが、はい、うん、はい、もう目も当てられない感じがするんですけど。目も当てられない。腰が全く動いてないのに、うん、もう手がここまで来ちゃったっていう。でも実際でもさ、はい、ここでこの状態でこう下がるってことは、はい、動こうとしてるから、はい、別にここでこうなると逆にクラブ一瞬寝ちゃうんだよね、はい、でちゃんとクラブ立っててボールに対して向か胸が向かった状態でいるから、はい、悪くないんじゃない。なんで嫌だこれ。芹沢さんとかもプロゴルファーみたいな、うん、皆さん見てかっこいい、こっから腰がウィーン。それはだから今言ったように大ちゃんはここに乗ってるから、はい、ちょっとここが遅れるわけよ。はい、ここ右に乗ってる人間はもうこう行くでしょ。バックスイングでここに乗ってればこう回りやすいけど、こうなってるから一回時間かかるわけ。だってこのままこうしたら引けるだけじゃん。はい、だってこれはまずいでしょ。はい、でだから自然にここから一回向く、だから向かないと腰回らないから。でしょ。はい、そうそうそう。だからここでこうなってるのがここ行っちゃダメじゃん。確かに。でしょ。だから右に乗るから。腰はいくらでも回る、うん、右乗ってれば回る簡単に、左乗ってる人間が回そうとしても一回は伸びてくるから、うん、師匠、はい、師匠。じゃあ右に乗せればいいんですか。右に乗せればこのまますっとフットワークできるよね。確かに。だけどそれはいけないとスイング相当改造よ。本当ですか。そうそうだよ、うん、左軸でこうしてた人間がこういくとボールからすごい離れた感じになる。まずね、かっこよくなりたいですね。あ、なるほど。いや別にかっこ悪くないけど、本人が言うのかっこ悪くないけど、まあ、それはだから理屈的には腰が遅いわけじゃなくて、ここからダウンに行った時に一回ここで一回戻さなきゃ、ここに、うん、だから向かってる、それからガンっていくから悪くないじゃない。それが右になってればこうやって回りたいってことでしょ。そうです、はい、あ、じゃあもう分かりました。僕の悩んでることは全て悪くないってこと、うん、悪くないのよ。考えちゃって、その形だけで見て、うん、腰が回らない原因が自分の感覚の中で、はい、なんでこっち行かないんだろうって、もう、はい、ここに乗ってる人間は一回ここに戻さなきゃいけないから、はい、そしてから回すでしょ。ここはいかないよね。で、僕がいつもこうトップの位置で悩むのが、うんうん、こう同じ位置にこの来ないんですよ、ね、でもこれ実際ほら、今みたいに左サイドがまっすぐダンプじゃなくてどっちかというと緩んだ感じでこうなるから、はい、この緩みってすごく悪くないことだよ。伸ばしたいです。いや伸ばさなくていいんじゃない。本当ですか。伸ばす必要ないよ。なんですか。いやいや、それは見た目伸ばしたがかっこいいかもしれないけど、背中がすごく綺麗に背筋が回ってるから、はい、これの方が ゆとりがあっていいじゃない。本当ですか。いや、やっぱりこう松山みたいに行きたい。行きたいです。行きたい。キロイとかみたいに。ダメ、そんな。ビュってなりたいです。そんな、そしたらトレーニングしないと。なんかでもちょっと一回見てみたいですね。新藤さん、そのなんていうんですか、右に乗って、ね、肘伸ばして、ちょっとなんか優しく毛がない程度に、はい、毛がないというのちょっと一回見てみたいですね。体重移動どこまでやるべきなんですか。そうだからそれが完璧にさ、もう今だったら大ちゃんだからここまで上げて、はい、それの時にさ、こうやって上げるじゃん、はいはい、左足こうやって上げてみた、完璧に、はい、そうそう、要するにここに乗る感じがなきゃいけないわけだから、こんな右そうだけどね、こういったそからそのぐらいじゃないと右に乗れないってことで大ちゃんはね、そう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 、やばっていうか思ったより背中の周りが硬いね。硬いですか。硬い、こうやった時にか固まってるね。ここは硬いですね、全体的にね。多分基本的にもうここで全部ここで中心でこうやってたタイプじゃん、はい、
でしょ。だからこれがこういくんだからさ、極点に移ると、はい、うんうん、右軸にしようとすると、うん、こんな行くんだ。そういう気持ちでいかないと治らないってことよ。だボールからもう30センチぐらい離れてる感じでしょ。それはOK なんですか。OK。だから実際構えた時に構えて、はい、左の肩が右足の前まで行く気持ちだけでいいよ、まず。そう、これでいい。まず最初は こっちだから無視して、はい、ここがブロックされたりすればこっちなくてもいいから、はいはい、こういう練習しないといけないね。そうすると自然にここ乗ったものって回転するから。一回素振りしてみて、はい、そう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 、余裕、そういう左右のこういう素振れ。どうですか僕の今のスイング。だから多分当たんないって。左肘を伸ばす感じですかね。そう、そう、いや、左肩、そうすれば自然にここへこう行くから遠くになるじゃない。はい、多少はね。だから背中使ってる感じしない？そう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 。でも本人はこれね、相当言ってると思うけど、多分動画撮ったら意外と少ないのよ。なんかちょっとね、ちょっと素振りして打って、うん、ちょっと一回撮ってみますか、ビフォーアフターで。撮ってもらったこれ。はい、じゃあちょっとお願いします、しんどさん。肩が右のつま先まで来る感じで。あ、全然普通だし。大丈夫。これ勝負、動画見てすげえショック受けるよね。本当ですか。そう、できてないんですか。こんなもんって。いや、だって普通だもん。ちょっと見てみましょうかね。そうそう、ちょっとね、右に乗る意識で。ちょっとこれ本人だって空振りしちゃうと思うぐらい動いてるはずだよ。でしょ。はい、もういや、空振り しに行きましたよ。しに行きました。本当ですか。ちょっと再生したいと思います。はい、前からですね。全然普通じゃん。肘もちょっとだいぶこっち行ってるよね。そうですね、行ってます、行ってます。ちなみにこれ2個前あのさっきのがこれですね。そう、ほら左軸じゃん。このまま回転してるよね、うん、そうですね、うん、だから本当にポイント的には、だから顔の10センチぐらいちょっとずれたぐらいだよね、実際は、うん、で本人が1メーターぐらい感じるんじゃない。でこれが今のですね、うん。思ったより勝ったでしょ。 そんなには、はい、でもこれの方がこっちが回り合ってるよね。うん、どっちも自分のスイング好きじゃない。一応これ、あれ横からも見れなかった。これだとでもちょっとあんまり右に乗ってるかどうかあれですけど、ちょっと深くなるんですね。そうでしょ、はい、そういうことですよ。で腰もじゃあ少し回転が速くなるよね、だから。どっちがいいですか。え、これはだってさ、どっちがいいっていうよりも、うん、あの曲がらないんだったら最初ですよ。あ、そうだ、左軸、うん、だけどもっとフットワーク飛ばしちゃったらこれ後半だけど、ちょっとの間練習相当しなきゃダメだね。だから空振りしちゃうでしょ。はいはい、空振りそうです。うん、そういうフットワークを使わなきゃいけないってこと。まあ、基本的にこう構えた時にこうこのシード、ショルダー肩からこういくのとこういくのとこの差が違うだけだよね、まずね、うん、これをだからこっち側に乗せて、これは何が違うって言ったら、ウェイトシフトが右に乗ったものが左にグッと入ってくる、うん、その時だから手で上げちゃう人っていうのはなんとなく体が浮いちゃってるから、まあ、下にスイングの重心がなきゃいけないから、そうするとスッと上げた時右足に全部一本乗れるぐらい、うん、そのぐらいグッと乗る。そして返せれば体重移動があるから、この右左っていう回転力がつくよね。だからできるだけ男子はここでこういうリード、うん、腰までは濃厚気味だから、みんなどうしてもこう下がるよね、楽ですからこっちの方が。ここはクッと一回肩を顎の下に入れる。これができたら本当は全体的にいいよね、うん、理想は。そう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 。でも
もじゃあ進藤さんの今までのスイングは何も悪くなく、ちょっと自分で考えて、そう考えすぎて悩んでる。動画見るじゃないですか、はい、自分だと例えばマキロイのスイングにしたい、うんうん、マキロイみたいにカーってこうなるじゃないですか、うん、それは大ちゃんこうなるから、それはこんな差があるわけですよ、はい、だからそうするとなんとなく自分で俺こうした方がいいかなってなるわけですよ、はい、ね、はい、そういうことですよだからその原点的に、だからもう全くバックスイングの指導が違うのに、うん、そこの形だけパーツを見ちゃうといけないんですよ、うん、だからよくこれの動画でも言ったけど、バックスイングあります、それでほらプロとたまるっていくじゃん、ここ L になるじゃないですか、うんうん、これの時にさ、アマチュアの人みんなこっから下も動かさない、手だけやろうとするんですよ、こうやってね、じゃなくてあくまでも一連の流れでこう体が回っていく瞬間、トップスイングで曲がったのがここの、こっからこの下が動くことによってクラブが落ちてるわけじゃない、はい、これはだからこれで落ちるのに手で落としても飛ばないでしょ、だからそこがやっぱりすごいところだよね、プロは、うんうん、ちょっと実際に自分のスイングをこんなにね、はい、スローで見ることもなかったかもしれないですけれども、はい、どうですか？もう自分の今回のその悩みの原因は何かなとこう、うん、今自分なりに話を聞きながら思ったんですけど、うんうん、自分のスイングの自己肯定感の低さから来るものなんだ、はい、どうしたんですか、そのネガティブになっちゃっていかに自分らしさを大事にしなきゃいけないのかなと、うんうん、そう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 、はい、そこよ、そういうことですよ、うん、変に調子は悪くなかったんですけど、もっとなんかこう見栄え良くしたいなとか、ああ、もうこうやって動画とかをさ、ね、いっぱい出て世間に見られるがちなんじゃない、うんうん、ね、で実際思うにやっぱりキャディやってる時代は下半身強かったと思うんですよ、もうここ何年やってないってことは下半身だいぶ弱ってるんですよ、やっぱりあれですか、担いで夏場はちょっと短パン履きづらいですよね、でほら今までだから持ってた能力って下半身どっしりしてたのが多少こう運動、まああんまりしなくなったわけでしょ、はい、そうするとやっぱり上体の力が出てくるから、どうしても下半身踏ん張れないから、そうすると上体に行くと余計自分で飛ばなくなっちゃうんだよね、あ、だからフットワークなくなっちゃうんだよね、42ですもんね、いや42まだまだ若いよいけるよだからまだまだ大丈夫だと思うんだけど、うん、だからその辺がだからね、はい、部分的でパーツを見ちゃうとそうなっちゃうんで、やっぱりこれは一般のアマチュアの方でも絶対言えることで、うん、全体のフットワークで飛ばすことが一番よくて、だ、うん、女子なんかの流れ見れば一番いいのよね、もう軽やかにスヤングニャーンっていくの、だんだん飛ぶわけだから、そうですね、だから状態だけで飛ばそうとするアマチュアの方、うん、まあ大ちゃんもそうかもしれないんだけど、うん、その辺がだからもう少しリラックスしていくと自然にクラブが溜まって、シャフトが弓矢でパシャーンっていくわね、そりゃそうですよ、やります、はい、ということで、はい、今日もまたこの後ね、悩みまだ続くそうなので、はい、悩み多すぎだけど、ね、思ったよりでも本人いいのに悩みすぎだよねでもこんなね、羨ましい悩みだよ、みんなね、見てる方は読む方たち、みんな悩みこんなもんじゃないよ、そうですねはい、ということで次はですね、アイアンやっていきたいと思いますので、はい、楽しみにしててください、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、また見てください。